はい、ワドツー。楽しんでってください。あー、風つらい。おー、11万超えた。ありがとうございます。よいしょ。はい、ワドツー。仕事サボるさんいらっしゃい。14万か。ちょっと厳しいかな。25万いかないかな、やっぱり。ちょっと厳しいな。うん、目標設定高すぎたか、ちょっとサボりすぎたか。まあ、今月いろいろあったからな。うん、はい、残り14万まで行きました。はい、どうも、いらっしゃい。大木さんいらっしゃい、ワドツ。ハッチいらっしゃい。仕事サボるさん、ハッチさん、大木さん、ゆうやさん、ホダイさん、吉村さんいらっしゃい。まあ、肩の力抜いて、気楽にやりましょう。そのね、遊ぶのが、遊んでやりましょう、遊んで。遊びが一番楽しいから。コンテンツホルダーっていうのは、結局、昔っていうのは、マスメディアの理論とか、なんかコンテンツホルダー聞きたいって言ってたの誰だっけ？大木さんだっけ？どっから説明すればいいのかな？どっから説明すればいいんだろう。なんかそのメディアの、マスメディアの変容っていうのがあったんだけど、簡単に言うとさ、昔っていうのは、和道さんの知り合いの方は、風俗はどれくらいの予算で起業したんですか？いや、そこはそんな予算かけてなかったね。いくらぐらいだって言ったっけな、300万ぐらいでやってたけど、でもうまくいかなくて潰れたよね、やっぱ。なんかヤクザとの兼ね合いが難しいし、で、今ネットの時代だから、そのネットから客引っ張ってこないといけないんだよ。だから SEO 対策とかしっかりしないと無理だって言ってた。そこだね、ヤクザとの兼ね合いがめちゃめちゃめんどくさいらしいよ。みかじめとか。大木さんか。簡単に言うと、世界人口にアクセスできるだけで、ビジネスって最強に勝てるっていう理論はわかる。世界中の人にアクセス、問いかけをできるだけで、もう世界一のビジネスができるっていうのわかる。Google とか Apple っていうのはそれをやってるんだけど、これはなんでそうなのかっていう理論付けってできる？大木さんって。Google とか Apple が目指してるところ。Google がなんで世界一の企業になれたのかっていう。それはそのスケールフリービジネスモデルとかいろんなものを採用してんだけど、簡単に言うと、ビジネスってどういうことかっていうと、問いかける人の数が多ければ多いほど勝てるっていう理論があるの。おはよう、エミちゃん。簡単に。例えばなんだけど、なんて言えばいいのかな。例えばなんだけど、昔の時代だったら、人に営業マンが会いに行かないといけなかったりとか、店舗に来てもらわないといけなかったの。だから、接触する人数が売り上げに直結してたわけよ。だけど、インターネットっていうのがその壁をぶっ壊したの。だから、結局、1万人の人にステッカー買ってくださいっていうのと、1人しか見てないリスナーさんが1人しかいないのでステッカー買ってくださいっていうのはどっちが勝つと思う？ヤクザに渡す金はそこまで大金ではないらしい。起業を起こすことですぐに電話かかってくると聞いたことがある。まあ、金の問題じゃなくて付き合いがめんどくさいんでしょう、やっぱり。1万人リスナーがいるのと、1人しかリスナーいないと。で、ステッカー買ってって言ったら1万人に対してでしょ。これが極端な話、世界人口になったら70億人にアクセスできたら、世界企業になれるわけじゃん。これが Google とか Apple が目指してることなのよ。簡単に言ったら。で、なんていうの、それの個人規模でやった方が、生き残る確率が高いなと思ったの。そう。だから、極端な話、なんていうのかな。見てる人が多ければ多いほど、自分がやりたいものに対して、やりがいを見出してくれる人が多い方がいいでしょ。だから、押し売りをしなくていいんだよ、それって。需要と供給のマッチングの問題だから。だから、そういうものを持ってた方が強いな、と思ったの、俺は。そう。で、今、インターネットで何でもできるわけだ。だから、極端な話、和道のこと好きだわっていう人が、10万人集まったら、一生食いっぱぐれないと思ったの。俺は、単純な話。10万人ツイッターフォロワーいる。まあ生放送のフォロワーでもいいし、島田紳介がデリヘルやろうとしてスポーツ新聞に広告出したら、速攻総数字の人から電話が来た。あ、まあかかってくるよね。音いいのはね、オーディオインターフェースをここにかませてるからだね。いや、コンテンツホルダーはまた別の概念だね。うん。それはね、フォロワーの概念だから。これを使ってます。これのボタンを押すと、おいバカがよって、うなちゃんみたいな声できる。風邪ひいてるからちょっと似てないけどね、今日。物にもよると思いますが、海外の製品を輸入して日本に売るか、日本の製品を海外に売るかのどちらかの方が儲かると思いますか？いや、為替によるでしょう、それは。うん。為替によるよ。これね、15,000円ぐらいかな、Amazon で。コンテンツホルダーっていうのは逆で、自分しか持ってないコンテンツっていうのを作るっていうことだね。コンテンツを持ってるか。俺はだから和道っていうのをブランドにしてるわけよ。和道っていう名前を育ててんの。自分自身をコンテンツに変えてんの。楽じゃん。自分を売り物にしてさ、商品自分なわけだから、食費とかかかるでしょ、みんな。それを経費なわけよ。維持費なわけよ、生活が。自分がやることに対してお金が生まれるっていうことは最強なわけよ。でしょ？だから自分自身を和道っていうコンテンツホルダーになってるの。そう、和道っていうのはもっとコンテンツいっぱいあるんだよ。中に派遣させてんだけど。そこを育ててるって言えばいいのかな。そう。なんでもいいんだよ。イラストが描けるとか、音楽が作れるとか、歌が上手いとか。なんでもいい、コンテンツは。その世界で自分にしかできないコンテンツを持ってるっていうのは強みだから。それをあとはシェアさせていけばいいだけでしょ。世界中の人に知ってくださいっていう広報活動をやるわけだ。それが俺にとって放送なんだけど。うん、そんな感じかな、簡単に言うと。そんな難しいことじゃないですよ。難しくない。だって元手がかかんないじゃん。だから日本に生まれてインターネット引けないとかパソコン持ってない、スマホ持ってないなんてありえないじゃん。誰でもできるんだよ。うん。バイトで1ヶ月頑張って金稼いだらパソコン買えるし。うん。そういう感じかな。バーガープレゼントありがとう、ハッチ。いらっしゃい。今日はゆっくり配信見れて幸せだ。いいね。一緒にいい時間過ごそうよ。もともとそうだな。俺が昔やってたのは、やった方がいいなと思ったのはネットワークビジネス。要はマルチなんだけど、マルチやってた頃はすげえ良かったね。不労所得で遊んでても金入ってきて、3年目ぐらいから良くなって、3年間はね、ほんとクソみその給料でバイトしながらやってたんだけど、3年目ぐらいになると、年間の売り上げが4800万ぐらいになってて、もう勝手に遊んでてもお金がチャリンチャリン入ってくるみたいな感じだったから、若いうちにね、元手のお金がないとか人脈がない人はネットワークビジネスやるのありだと思ってるね。俺は。すげえ儲かったよ。あと楽だった、不労所得は。今何県？あ、俺東京。新宿。うん。ネットワークビジネスいいですよ。うん。何にもないところから稼げるから。俺は水素のサプリメントだね。うん。今話題になってるでしょ、水素水とか。あれ何年ぐらい前にやってたかな ?23 とかだから。水素水が31だから何年前だろう、もう。23年、8年ぐらい前かな。うん、8年ぐらい前かな。うん、藤原紀香やってんの？それ浄水器の方なんじゃないの？俺サプリメントの方だから。あれは儲かったよ。有名人見かける。ああ、だから、一日何回も会うよ。ノンっていう子わかる？能年リナだっけ？能年なんとかって。あれは2回ぐらい見たし、職場で。いや、毎日芸能人見ますよ。水素好きなんだ。いや、水素めちゃめちゃいいからね、体にね。水素めっちゃ体にいいから。うん、あ、水素体にいいよ。めちゃめちゃいいよ。俺も金あったら買いたいもん、水素サプリメント。水素の化粧品とかも使ってたから肌すごい綺麗だったし。あ、歌舞伎町は行かない方がいいよ。どういうの買えばいいのかな。水素水はまず原理的に水素は含まれないの。だから今すごい話題になってて、水素水がダメっていう風に国がお触れ出したのね。要は、食品、表示法に違反するみたいな、ダメだって言ったんだけど、もう、国が調査して水素の水の中に水素が含まれてないっていうことがバレちゃったんだけど、俺分かってたの、それは。もうその現場にいたから。で、なんでかっていうと、水の中に飽和状態って言うんだけど、水素って、光と同じ速度で飛ぶんだっけな？すごい小さい物質なんだよ。だから、アルミとか、超密閉された真空みたいなやつじゃないと、水素を閉じ込めておくことができないんだよ。で、水の中に含ませるということかなり難しいの。で、含ませたとしてもすぐダメになっちゃうのね。だから、水素水で売るのはまず、ほぼありえないんだよ。で、俺が売ってたサプリメントっていうのは胃の中で発生させるの。水分と結合した状態で初めて水素が発生するっていう特許を取ってて。だから、パッて口の中に入れると、水素水とかの何百倍とか何十倍のバーって出るんだよ。水素水ダメ。うん。なぜ行かない方がいいんですか？あそこは、やからの街だから。うん。トラブルを買いに行くようなもんだから。うん。一回行ってみたらわかるよ。うん。俺は水素水は買おうと思わないね。サプリメント買うかな。いや、サプリメントもね、体にいいわけじゃないんだけど、本当のこと言うと。怖いけど行ってみたい、社会科見学。まあいいんだ。一回ボラれればいいんだ。一回ボラれたり絡まれたりして嫌な思いした方がいいと思う。社会科見学だね。でもまあ、過多義な人間がうろつく場所じゃないと思ってるけど。金とセックスとドラッグと欲望が渦巻いてる街だからね。アジア一の歓楽街って呼ばれてるからね。金があったら何でもできるよ。金儲けの欲は誰にも負けない。ああ、そんなのろくなもんじゃないよ。うん、俺は全然そんなのいいとも思ってない。うん、そんなの別に大したことないっすよ。金で買えないもんいっぱいあるから。うん。金はね、不幸は減らせるけど幸福は買えないから。俺は拝金主義者嫌いだからね。いや、どんなのでもいいってわけじゃないけどね。俺は1ヶ月で15,000円ぐらいする高いやつ使ってたから。うん、すげえ効くよ。すごいよ。そのサプリメント水の瓶の中に入れとくじゃん。鉄の釘とか入れとくの。画鋲とか。閉じ込めておくの。で、もう1個の方は水道水入れて画鋲とか入れて閉じ込めておくじゃん。1年も2年も3年経っても錆びないかんね。うん、めちゃめちゃ笑うよ。錆びないの。要は酸化させないんだよ、水素って。老化とかさ、全部酸化じゃん。要は活性酸素っていうのを体に発生して、過剰な酸素ができるんだよ。それが分子をぶっ壊したり、テロメアぶっ壊したりするんだけど、水素が体の中満たされてると、活性酸素を CO2 に変えて、水に変えちゃうんだよね。うん、俺は、今、アッチェっていう会社なのかな。アッチェの商品買ってたけどね。今、その会社があるのかどうかわかんないけど。でもそれネットワークビジネスだよ。マルチだよ。で、雨がもし、俺がマルチの会員やってて、俺から買ってくれたら俺に2,000円ぐらい入ってた。墓石は儲かると聞きます。どうだろうね。わかんないけど。ジンジャークッキーありがとう。仕事サボるさんいらっしゃい。クッキーありがとうございます。クキザイス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 クッキーラッシュだね。これ3倍出るまでやるパターンだな。3倍出るまでやるパターンでしょ。なかなか出ねえからこれ。どれくらいかな ?10 回に1回ぐらい出る感覚だったな。なかなか出ないね。クキザイス、うん、出なかったね。3倍。たまに出んだよな、ポーンって。もう3時か。頭痛い。そうそう、エセアカの茎ザイスが超面白かったんだよね。うん、花火やーとか。なんだよ、それっていう。あいつ可愛いよな、エセアカな。エサが大好き俺。ゲームは最近がっつりやってないけど、アプリでドラクエ1個やってるぐらいかな。1日30分ぐらいやってるかな。さっき夕飯作るのストレスって言ったけど、配信見てたら元気になってきた。また頑張ろうと思う。あんまりだよ。うん、お母さんからご飯作ってもらったっていうのは一生の思い出だから。アメちゃん。うん。やっぱ実家帰ってきた時、母ちゃんのご飯食いたいって言われたら嬉しいでしょ。で、ガキの頃わかんないから当たり前だと思ってるから。でもね、大人になって自分でご飯作るようになった時わかるよ。要は、アメちゃんと同じように子供が大人になって、自分で作るようになって初めてわかるの。あ、母ちゃんこんなの毎日やってたんだって。その時に初めて愛を知るんだよ。あ、子供いないのじゃあいいじゃん。じゃあ惣菜でいいんだよ。そうそう、星のドラゴンクエスト。もう、初期組だね。初日からやってるから。無課金だけどね。うん、ゲームはドラゴンクエスト11が出るから、それはやりたいね。うん、簡単に経営に対するアドバイスをお願いします。俺経営者じゃないけどな。参ったね。俺は経営者じゃないからアドバイスすることはねえな。うん、俺はホリエモンでもないしさ。稼いでないから。そんな偉そうに言える立場じゃないよ。100個やって6回しか出ない3倍ボーナス。マジか。クキザイス !100 個の6だったらどれくらいの確率だ ?50 回に3回だから。あー、15回に1回ぐらいしか出ないんだ。うん。それくらいか。15回に1回ぐらいだ。クキザイスありがとうございます。クッキーね。クッキー大好き。ジンジャークッキーってなんかクリスマスってジンジャーなんか関係あったっけ？なんかあった？なんかゆかりあったっけ？長級のクロコダインにボコられた。オートでやって。弱っ。オートか。オートだったら、クロコダイン超級とかクソ味噌だよ。絶対オートで勝てるわ。月300稼ぐってすごいと思うから、元経営者としてアドバイスをお願いします。300ね。いや、300稼いでるやつなんか5万といるからな。アドバイスね。いや、アドバイスねえな。ねえな。ね、辞めた人間だからね。そこから。そういう人間が人に偉そうに語るっていうのがまず間違ってると思うから。俺が現役でね、結果残してる経営者だったら、いくらでも言えるけど、いや、諦めた人間の言葉は鵜呑みにしない方がいいよ。うん。もう配信者で、ちゃんと経営やってる人いっぱいいるから、そういう人にアドバイスもらった方がいいと思う。失敗したやつに発言権ないと思ってるから。うん。だから成功してる人にアドバイスもらった方がいいよ。うん。それがアドバイスかな。うん。俺はそう考えるかな。うん、俺に発言権はない。経営者として何かを言うのはないよ。配信者としては言うよ。配信で稼ぎたいっていう人だったらいくらでも言うけど。俺、経営者じゃなくて配信者だもん。配信に魂売ってるからさ。森とか笑わせんなよ、ほんと。ダメだ、出ない。出ないね。うん、全然出ないね。クッキー。例えばさ、イチロー、野球選手になりたいっつってイチローに会いに行ってさ、僕、サッカーの選手になりたいの、イチロー、アドバイスくれよって言ってもさ、アドバイスしないでしょ、多分。そうだね、俺は配信は一生続けるつもりだけどね。わかんないよ、どうなるか。でも、今のところそういう気分だね。3倍クッキー出ねえな、ほんと。うん。仕事サボるさんが、もう、ムキになってる。キー！一個出たんだ！出たんだ！アムドできるんだ。俺、シンマ合流圏に全部ぶっぱすから。9万ジェム貯めたよ。9万ジェム。1年間かけて貯めたかんね、俺。ああもう絶対シンマ合流圏出すから。そこにかけてる、俺は。シンマ合流圏。バランから引き継いだ、伝説の剣。そう、新馬合流剣がさ、台のとこに飛んでくるシーンあるじゃん。台の剣が折れて。あ、じゃあ、バーンに刺さったんだ。刺さったままで剣がなくなって、どうなんだろうな、総龍門出してほしいんだよね。ダブルドラゴニックオーラ。総龍門。大の剣に全ぶっぱすっか、新魔合流剣にすっか、迷うよな。ハグメタ錬金来ないしな。ハグメタの剣。引っ張りすぎだろ、いくらなんだもん。あのゲームはほんと廃課金じゃないと面白くないよね。無課金でやってるけど。だんだんつまらなくなってきたもん。もう市村のクソさ加減に。市村のそのクソさ加減に本当に嫌気がさしてきてる。金引っ張ることしか考えて。神社クッキー出ないね、3倍ね。うわクッキーザイス。クッキーザイス。32個もやってんだ。1個も出ねえの ?32 個。え、クッキーこんだけやってまだ1個も出てない。確率バグってんのかな？クッキーもう30個以上やってんじゃん。自力で法律って学べると思いますか？いや、他力で法律学んでる人知らない俺。あ、3倍出たおめでとう！ 3 倍出たおめでとう。出た。ようやく出たおめでとうございます。出た。なんか嬉しいね。ハートプレゼントありがとう、みほちゃん。いや、他力で法律学ぶっていうケースがわかんないね。おめでとう。なんか嬉しいわ。大学とか。法律ね。最初出るまで長い。こっから出まくるんだ。ポンポン出るんだ。っていうかさ、俺さ、若い頃ののんたんめっちゃタイプなんだけど、俺びっくりしたんだけど、今も可愛いと思うし、今も大好きなんだけど、若い頃ののんたんめちゃめちゃタイプなんだけど、なんかまだ減らってない時ののんたんがめっちゃ可愛いよね。わかる？すげえ美人じゃない？彼女。なんかさ、よくさ、整形とか叩かれてるけど、本当に整形してないのよ。別に整形しててもいいと思うんだけど、若い頃の写真、ツイッターに上げたんだけど、これのんたんの写真なのよ。美人だよね。すっぴんでさ、いいよね。可愛いよね。18にしちゃ老けすぎだけど。で、正統派美人だよね。あ、でも、まあ美人だったろうなとは思ってたけど。のんたんね、病気でストレスが溜まると顔が、なんつうんだろう、ボロボロになるんだよ。だから、今肌がすごい荒れてんの。膨れ上がっちゃったりとか。だから顔隠してるんだけど、最近良くなってきてるんだけどね。人脈持てば芸能人って会えるんですかね？会えるよ。会える。神社クッキーありがとう。のんたん美人だよな。若い頃に会ってても惚れてたと思う、多分。顔がすごいタイプ。今は今で全然可愛いと思うけど。神社クッキーありがとう。女だけど抱きたい。可愛いよ、すごく。身長も小さいし。ね、こんな美人にね、世界で一番かっこいいって言われてるからね。本気で思ってるからね、のんたん。本気で芸能人よりもかっこいいって言うんだよ、俺のこと。本気で。ありえないよね。本気でタイプなんだって。理想の顔なんだって、俺は。そんなこと言われたことないからさ、びっくりするよね。浅田真央みたいな顔してんのにね。クッキーありがとう。今回何発目で出るかな。わからないこともない。いや、俺は自分の顔かっこいいと思ったこと一回もないからな。ねえ、嬉しいよね。60発で4発ぐらい出てもいい計算なのにね。50発で1発しか出ない。運営儲かってるわ。ベルプレゼント、今度ベルで行くのあ、クッキーやめたんだ。今度ベルで行くのベルで3倍出す作戦に切り替えたらしいよ。さあ、ベル、何発で出るかな。恋人に言われたら嬉しいよ、やっぱり。嬉しい、嬉しい。ベルザイス。ベルザイス。あ、そうだ、報告があるんですけど、クッキー出ないから、報告なんだけど、みんなからいただいたアイテムで、ノンタンにクリスマスプレゼント買うことにしたんで、ありがとうみんな。嬉しいです。配信で稼いだお金で彼女にプレゼントできるのはめっちゃ嬉しいんで、みんなありがとう。これはね、ほんとね、やっぱね、仕事で稼ぐ、違うんだよ、俺にとってはこの金は。配信で稼いだ金で、あ、3倍おめでとう !3 倍出た !3 倍おめでとう。おめでとうございます。出たね。ベルザイス。そう、出たね。いやー嬉しいよ。自分のさ、やりたいことでさ、彼女にプレゼントできるっていうのがめっちゃ嬉しくて。ちょっと今月多めに引き出しました。おお、3倍また出た。すげえ。ラッシュだ。ありがとうございます。彼女にね、いろいろ話したんだけど、服買ってあげようかなと思って。服いつも同じの着てるから、なんか、服をプレゼントします、今回は。うん、おー、3倍めちゃめちゃ出るね。なんだこれ。3倍めっちゃ出るじゃん。めっちゃ出るな。3倍3発目これ。また出たね。1回、2回、3回出たよ。ベルの方が出やすいのかな。ベルめっちゃ出るね。ありがとうございます。ベルめっちゃ出るわ。すげえな。あとこれ、絶対内緒なんだけど、絶対言わないって約束する？絶対に言わないって約束する？うん。ありがとうございます。仕事サボるさんありがとうございます。すっきりした絶対言わないって約束する？リスナーさん。絶対言わないって約束するんだったら、今ペラっちゃおうかな。絶対言わないって約束できるみんな。やめとこうかな。鮫島さんが誕生日1月の5日なんですよ。プレゼント持ってリアトしようかなと思って。やっぱさ、鮫島さん祝いたいじゃん。だから、サプライズでさ、配信回してさ、なんかプレゼント持っていかない？大したもん買えないけど。いいよね。多分ね、1月の5日だったと思うんだよ。鮫島さんの誕生日。やっぱさ、配信のさ、後輩から祝ったらさ、嬉しいじゃん。うん。ちょっとそれ考えてるね。鮫島さんの誕生日。鮫島さんいつだったっけな。言わないでね。うん。サプライズで突撃しようと思ってるから。これ内緒ね。これでさ、でもさ、鮫島さんがロムってたら爆笑だよね。鮫島さんがロムってたら爆笑だよね。バレてるっていう。確かね、1月の5日なんだよな。うん。ロムってないことを祈ります。5日だよね。何が嬉しいかな。何がいいプレゼント。いや、何がいいかな。やっぱ鮫島さんって言ったら海だから、なんか超かっこいいピッタピタのビキニとかと、金色のピッタピタのビキニとか。海の男だから。あ、そうなの？大丈夫でしょ？70、80人しかいないから、鮫島さんがこの中にいる確率はないでしょ。何がいいかなってちょっと考えてるんだけどね。配信で使えるもの。うん。プレゼント何がいいかな。やっぱ鮫島兄貴リスペクトしてるからね、俺は。一個上だけど。配信歴は俺の3倍のキャリアを持ってるからね。やっぱ先輩慕わないとね。慕うっていいよね。なんか日本語でね。好きの、ちょっと違うじゃん。慕うって。慕うっていいよ。なんか。俺は鮫島さん慕ってるからね。なんか考えとくわ。プレゼントは。5日休みかな。何日まで休みなんだろう。いつも同じスウェット着てる。ああ、いいかもね。服ね。服ありだな。5日仕事か。まあ、いっか。パジャマね。何が喜ぶんだろう。あの人ね、難しいからね。先輩のプレゼントって一番難しいよね。先輩って金持ってるじゃん。ぶっちゃけた話。鮫島さんも稼いでるからさ。ぶっちゃけ買いたいもん買えるわけじゃん。まあ普通にプレゼントするんだったら、まあライターとかいいかもね。タバコ吸う人だから。ライターとかいいと思うよ。暖かい部屋着。どうだろうね。暖房器具とか。暖房器具とかありかもしれないよね。うん。ロハコさん誕生日いつだったかな。ロハコさんも祝いたいんだよな。あと、川崎洋平も祝ってあげたいけど、川崎洋平最近絡んでねえんだよな。小さい。あー、めちゃめちゃ汚かったよ、部屋。うん、こんばんは、ミンクさんいらっしゃい。うん、配信に携わるもんだよね、やっぱね。うん、あ、パッツァ4、風船10個ありがとう。ありがとね。風船10個ありがとう。嬉しいです。ありがとうございます。何がいいかな。難しいんだよな、先輩。後輩とかだとさ、もうパッて、無理やり押し付けることができるからね。うん、いやいや、なんで俺が雨の、なんで俺が雨のお前誕生日やんないといけないんだよ。会ったことねえだろうがよ。うん何アピってんだよ。あ、ゴムボードとかいいね。ゴムボードいいじゃん。売ってんのかなゴムボードって。アマゾン見てみようぜ。ゴムボードめっちゃいいじゃん。うわ、それいいわ。それにしようかな。高かったらどうしようかな。見てみる今。ゴムボードいいね。それめっちゃいいじゃん。絶対喜ぶっしょ。ゴムボードね。ゴムボート。あー、結構、1万円以内で買えるわ。あ、いいじゃん、いいじゃん。ゴムボートいいね。あー、それだわ。ゴムボート買ってあげようぜ。いいじゃん。これ良くない？これ4人乗りで、雨よけもついてんだよ。これ良くない？こんなんめっちゃ良くない？雨よけで4人乗り。これめっちゃいいでしょ。いいじゃん。これいいじゃん。ゴムボート。くっそウケるよね。雨避けられたら配信できるしさ。うん。ねえ、いいよね。結構本格的なのも結構ある。うわ、これかっこいい！うわ、このゴムボートめっちゃかっこいい。これかっこよくない？もう釣り人かよっていう。これかっこいいよね。椅子がついてて。これめっちゃかっこいいじゃん。一人乗り用だけど。あ、ゴムボートいいかもな。これ。ゴムボートにすっか、鮫島さん。ありだな。やっぱ鮫島さんっつったら海だからね。いいね。喜ぶかどうかはわかんないけど。まあ、ゴミだよね。はっきり言ってゴミだよね。家の中にゴムボートあったら引くわな。なんでゴムボートあんのって。どうだろうね。まあまあ、気持ちだからね。その、物をどうするとかじゃなくて、気持ちが嬉しいじゃん。気持ちでね、返していかないと。俺気持ちを大事にする人好きだから。いらねえよって言われるだろ。こんなんいらねえよ。まあ、迷惑だよね。いや、鮫島さん、海の男だからね。でも、ゴムボート欲しいって言ってたよね、前。ゴムボート欲しいって言ってなかった？なんか言ってたよね、前の配信でも。そう。別に捨てても全然構わないから。ああだこうだそこでは言わないよ。かっこいいやつがいいな。さっきの傘ついてるやつありだな結構でかいし。結構でかいわ。無理やり置いてく？そう。それがスタイルじゃん。そう。気持ちだしネタで絶対使ってくれるから。ゴムボート。これ買わないとな。もらってる生活費でいつも彼にプレゼント買うんだけど、それでも嬉しいのかな？なんか、それ複雑だよね。いや、嬉しいと思うよ、やっぱり。嬉しいと思うよ、アメちゃん。彼に養ってもらってんだ。みほちゃんいらっしゃい。パンダマンいらっしゃい。チース。やっぱさ、その、生活費与えても、それだけ、やりくりしてくれてんだと思うわけだ。嬉しいよ。気持ちが嬉しいんだよ。早く旅に出たい。前回やった旅配信最高だったかんな。マジで。旅はいいよ。なんで男は旅人に憧れるんだろう。だって女の人とか旅したいとか思わないでしょ。旅行はしたいっていうのはわかるけど、旅は嫌だよね、やっぱ。めんどくせえし。酒は飲んでないよ、俺。酒はもうやめた。酒は一滴も飲んでないですね。クリスマスの予定、鮫島さんと過ごすね。彼女と鮫島さんの家にリアドするっていう予定。その長いはするつもりないけど。軽く、配信絡ませてもらおうかなと思ってるね。鮫島さんの家で。旅大好き？旅いいよね。いいじゃん、車中泊。車持ってる人はそれができるから羨ましいよな。車ねえかんな、俺。いいね、車中泊。車の中で眠るのとかいいな。エルグラ。ああ、エルグランドか。でっかいやつだよね。いいね。てか、ノンタンマジで可愛いな。ノンタンマジで可愛いわ。なんかずーっとノンタンの自分で撮ったノンタンの写真のツイッターずーっと見てんだよ。ノンタン年上だよ。トイレ行ってくる。どれさんってどれ深夜食堂さんかな。いいよ、全然コラボ。いいですよ。今やってんの配信。どれ深夜食堂さん。やってなくない？やってんのかな。やってる？やってなくねえかな。やってなくね。やってないね。あと10分で配信やめるわ、今日は。あと10分で配信やめときます。よろしく。寝ます。寝るというか、体休めます、ちょっと。ん、お疲れい。仕事サボるさんありがとう。仕事サボるってさ、お疲れアメちゃん。ベルありがとうね。このさ、サムネなんなの？どっから引っ張ってきたの？これちょっと笑うよね。サボろう。仕事サボるってなんだ？これどっから引っ張ってきたんだろう。自分で書いたのかな？配色のセンスが結構好きなんだよ。ベルプレゼントありがとう。ベルありがとうございます。ありざいっす。お疲れ。会社行かないの？2日も休んじゃったよ。はあ、サボりまくりまくりすぎです。サボりすぎ。ありがとうございます。クリスマスツリー見てみたいよね。2発ぐらい上がったよ、俺。ツリーすげえよ。コメント画面にバガーンって出るよ。びっくりするよ。でもね、ハロウィンの時の方がびっくりする。ハロウィンはいきなり暗転して、なんかパチン、おーびっくりした。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、びっくりするんだよ、これ。配信やってると急にブラックになるから。ありがとうございます。いや、今来ると思わなかったのか。お、ツリー連続ありがとうございます。60回か。60回か。最後すげえぞ。あ、こっちにしよう。ちょっとね、スクワットが最近良くないっていう話だったから、変えます。よいしょ。太ももはもう完成したから、こっち側にしよう。よいしょ。60回いきまーす。よいしょ。ちょっと待ってね、配線の関係でね、いきます。60、2回、3回、4回、5回、6回、7回、8回、あ、きつい、9回、10回、いや、きつい、11、12、あ、できるかな、13回、14、15、16、17、18、あ、きついこれ、19、20、ちょっと待って、これきついぞ。スクワットはだんだんきつくなくなってるからね。21、22、23、24、25、26、27、ちょっと待って。28、29、30、頭痛い、30、31、32、33、きついなこれ、34、汗吹き出してきた、35、36、37、はあ、38、39、やべえ、きついこれ、40、ハートプレゼントありがとう、41、42、43、44、45、間に合い、46、頭痛い、47、48、ハートプレゼントありがとう、49、痛い、50、ちょっと休憩、ああ、きつい、きつい、あと10回いきます。1回、あー痛い、2回、あー軽くしとけばよかった、3回、あー全然いいよ、4回、あー5回、風邪ひいてて熱あんのにさ、何やってんだろう、6回。アホだよね、俺。7回。8回。9回。ラスト、60。ありがとうございます。これきつい。重さ何キロだろう、これ。これね。あ、でもそんな重くねえわ。2.5 だから5キロ、6キロだね。いやー、全然体なまってるわ。これで腕ムキムキにしよう。6キロです。6キロでも60回はきついよ。ありがとう。汗吹き出たわ。もう足腰は完璧だから。足腰、嬉しい悲鳴だよね。うん。ありがとう。ツリーアーザーズ。今度からスクワットとダンベル選べるようにします。ダンベルの方が腕鍛えてないんできついっすね。仕事サボるさんありがとうございます。よく寝れそうですよ。うわー、筋肉痛になるわ、これ。腕がビルドアップしてる。パンパン。パンパンですよ。パンパン。これやばいよ。これ続けたら相当だよ。先月だって1800回スクワットしたんだよ。アホでしょ。1800回スクワットしたんだよ。笑うわ。本当に。1880回。腕痛え。ありざいっす。これツリーも3倍あんのかね。3倍ポイント。3倍ってすごいよね。ありがとう。熱出るね。熱出ちゃうよ。熱出ちゃう。あ、3枚あるんだ。へえ。じゃあ、デイリーランキング取るときとかは、このアイテムでみんな攻めるんだ。デイリーランキングとかマンスリーランキングってよく考えたよな、これ。社交心を煽るもんね。昨日 S やかなんか80万ぐらい稼いでたし。アホかよって思ったもん。釣りザイスとか言って、アリザイスとかずっと言ってて。やっべえ、腕マジで痛え。これバッキバキになるわ、マジで。でもね、今ね、ちょうどね、77キロで人生で一番太ってるから、肉体改造しないとなと思ってたから、腕鍛えますよ。新しいよね。配信者の方に体ムキムキになるっていうね。じゃあ今日フォローしてくれたフォロワーさんを紹介して終わりにしたいと思います。今日新しくフォローしてくれたリスナーさんを紹介します。フカシップナインさんフォローありがとう。にゃんこさんフォローありがとう。コウジさんフォローありがとう。ルルさんフォローありがとう。あられちゃんフォローありがとう。ゆかさんフォローありがとう。リーさん、アットワドウさんフォローありがとう。片輪くんありがとう。論声論ただしさんフォローありがとう。仕事サボるさんフォローありがとうございます。以上9名です。新しいフォロワーさん、ありがとうございます。それでは皆さんおやすみなさい。また明日も放送やりますんで見てください。お疲れ様です。ありがとうございました。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。